読売ランドのところにある花日和というところに来てます。お花日和だと、だからよくわからないですけど、ちょっとあったかそうでお花も綺麗そうだなという感じで何で見つけたんですか？なんかルルブみたいなやつ、ルルブに乗ってました。そうそう、家族で遊びに行こうみたいな。ここはね、読売ランドのすぐそばです。そうで、初めて見たんですけど、ほらジャイアンツ球場もあって、巨人の2軍のところかわかんないですけど、野球場もあります。うん、行ってみましょうね。はい、じゃあそこが入場券なんで行ってみます。行ってみましょう。はい、今入場して、あのお花のスポットなので、チケットにもバッチリお花がついてて、じゃあ可愛い。あ、これ可愛い。大根のふぐりだっけ、好き。春のお花。春のお花ね。ほら、ここもお花が全部植えてあって、すごい綺麗。本当はだね。パンジーパンジー。ちょっと歩いてみて、で、なんかもう見えてるけど、すごい。いきなり日本庭園みたいな。あります。二十歳のパンジー無料だって、もちろん。ここは、車で来るべきなところみたいで。電車で来るの難しいみたい。読売ランドの駅から相当遠いからね。ねえ、あ、すごいすごい。植物の化石だって。2000万年前だよ。すごすぎ。2000万年前の植物化石。大分県だって。すごいね。こんなもんあんだ。日本で最も大きい植物の化石だって。へえ、すごい、ね。めっちゃすげえじゃん、普通に。経過木。へえ。すごい、写真って。すごいのがあるね。ねえ、あっちも綺麗だね。なんか面白いのがあるから見てみましょうね、こっちも。ここもね、素敵ね。竹かな？竹だね。花日和って書いてある。竹のなんかアートだね、ボコボコ穴とか。キャーキャー聞こえるのは遠くで、読売ランドの、あのね、ジェットコースターのね、奥に傘がね、並んでたり、綺麗ですね、ここ。あっちから流れるのがいいですよ。はいはい、次はですね、花日和に向かいますよ。この花日和、3月に新しく温浴施設、ね、ほう、温泉ができるらしい。絶景露天風呂だって一緒に面白いね。で、今日駐車場も実は全然ガラガラで、お人が、ね、いらっしゃらない感じなんですけど、多分3月からとても混むと思われます。ここ、そうそう、ここお風呂作ってるんだ。ね、作ってるね。まだ入れない。竹井の湯って言って花日和はこっち、こっちか。あ、竜、あれ素敵な竜取られた。手洗うやつ、うん、手を清めるとか素敵。ここお花も、ここのお花が素敵だね。あ、素敵。菊が置いてんだね。素敵だね。素敵。下にはお水は出てないけど、水置いてある。うわー、綺麗だね、ここね。ここ見て、なんか可愛らしい。この橋を渡って、いいな、お庭にこれつけたい、ぶら下げたい。これこれ綺麗だね。これ、こういうの、かわいいね。スロープがあってなくて、ほら、スロープも、これお花綺麗ね。てこてこ、ねえ、今の時期お花植えたかったら、お外はパンジーかな。お、読売ランドのジェットコースターが見えてまいりました。キャーキャー言っております。おーと、これは東橋、なんか綺麗な滝で、花日和の中に入るまでに庭園になってますね。素敵な庭園になっております。うん、うん、素敵だね。お写真撮るんでした？ハイチング、あ、素敵だね。ハイチングだね。入っちゃおうかな。こっち来て。たどり着いた花日和、この中でお花がまた見れるんだな。みんなで撮るよ。はい、はい、チーズ。ゴーだ。今日は空いているんだな。さあ、入ってみよう。1月だから。うん、おー、良いね。いい香りがするな。フラワーシャンデリアの花もあるんだ。センスがいいんだな。あ、素敵。
驚き。どう驚いた。あらららららら、ら皮をいい。これとお水あげたらどうなるの。下から垂れるの。またね、穴開いてないから垂れないか。あら素敵。ぶら下がってるんだな。なに？パラボラッチョって言うんだって。パラボラッチョ。パラグアイにあるんだって。パラグアイにある。樹齢推定400年。400歳。400歳。400歳だよ。すごいね。すごいね。大先輩だよ。ほら、見たよ見たよ。ほら、大きいよ。これ大きいわ。トゲトゲがある。水かかってんのかな？ねえ、トゲトゲかかってんの。素敵。うん？前髪割れてる。素敵なお花ゾーンの中にはここにはワークショップがあります。ハーバリウム。綺麗だね。
ジ飲みたいのね。今まだ2時だからね。鏡のとこ見てよ。指差しまくり。お土産に買うのね。フラワーベース L。 素敵。1800円です。素敵。いいお土産になるね。じゃあこれ買って帰ろう。ごちゃごちゃしてる。わーわーわー。はい、花灯籠がちょっと夕方になってつきましたよ。写真撮るよ。はい、チーズ。はい、帰りめちゃめちゃ綺麗です。イルミネーションがライトアップされてて、ちょっとベビーカーで全くいけないんですけど、すごい綺麗。花火より思えばメインコーナーに行かないまま帰るという、そんな感じです。はい、というわけで行ってきました。花火より、うん、めっちゃ良かったね、うん、なんか昨日動物園行ってたんで結構クタクタだったんですけども、うん、ちょっと寒空というか、冬冬の寒空で、なんかとりあえず暖かいとこ行きたいなっていうだけで温室を選んだんですけども、マジで最高でした、うん、癒された。癒された。お花綺麗。めちゃめちゃ手入れされてて、1日に何回手入れされたら保てるんだろうみたいな、フォトスポットが全部生花、生のお花でできてて、もう正気かみたいな、マジかみたいな、他に1回も見たことない、フォトスポットが全部お花の、1時、2時頃が空いてて、うん、そう、2時頃、前1時間2回ぐらいショーやってるんですけど、2時だけやってないので、2時ぐらいから見て、まあ、3時のショー見て帰るみたいな流れは結構おすすめかもしれません。そうね。はい、我々は結局スタバにいたので4時までいましたが、で小さい子は歩き回れる。そう、すっごいおすすめです。ウキウキ。はい、というわけでぜひよかったら、花火より読売ランドにありますので行ってみてください。というわけでこの動画良かったよという方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ピンポン。じゃあご視聴ありがとうございました。バイ。